調書試験記述式問題制作者が切る、合格者コメントに見る模試の選び方使い方というテーマでお話しします。伊藤塾司法書士試験科で、不動産登記の記述式を担当してます、筒井和光と申します。今日は合格者から寄せられたコメントで模試はどういうふうに使っていったらいいかっていうところを、見ていきたいと思います。最初にお話のポイントをまとめてしまいます。難易度が高いほど良いわけではない。本試験の合格点を取るためのシミュレーションの意義を忘れない。自分なりの課題を設定して受ける。受けたら振り返り、本試験に生かすということですね。まず、本試験の難易度というところから見ていきます。合格者の方のコメントです。他の受験指導校の模擬試験に比べ本番のレベルに一番近いような気がしますという方、本試験と難易度や傾向が似ていると感じました。次の方は、難易度が本試験にとても近く試験前の良い練習になりました。こういった意見が、寄せられているんですけども、まあ問題の難易度っていうのはそれぞれの主観で、なかなかこう絶対評価にすることっていうのは難しいんですけども、どうせ受けるんだったら難しい問題の方が合格には役に立つんじゃないかっていうようなことを、まあ普通の受験生は考えがちなんですけども、合格する実力者とか、模試を作る私たちっていうのは、まあそういう発想はあまりしないんですね。模擬試験っていうのは、本試験で合格するためにあるんだから、まあ大体本試験と模試っていうのは同じくらいのレベルが一番いいっていうふうに考えています。これがまあ次のポイントにつながっていくんですけども、模試を難易度の高さで選んじゃいけないっていうところを、まず一点押さえておいてください。何のための模試か。あくまで本試験のシミュレーションということですね。合格者のコメントから。模試で本試験の1日の流れを体に覚え込ませました。次の方、本試験のシミュレーションとして全体の確認及び精神の安定剤として利用しました。次の方、本試験のシミュレーションにとても役に立ちました。合格者は模擬試験っていうのを、本試験のシミュレーションっていう形で、本試験で合格点を取るのがあくまで目的で、そのために模試は活用するんだっていう、そういう感じで捉えてるっていうことですよね。そういった模試の意義っていうのを、忘れちゃいけない。よくあるのは、無意識のうちに模試で良い点を取るっていうことが自己目的化してしまって、もうそのために勉強するようになって、模試ではいい点が取れるんだけれども、本試験がなかなか受からないっていう、それだともう全く意味がないっていうことを、まあ押さえておいてほしい。模擬試験の得点っていうのはいい点の時も悪い点の時も結局まあ励みになるだけで、別に合格に役に立つわけではないんで、合格するための課題っていうのを洗い出して、それを、試行錯誤する場っていうのが模擬試験っていう、そういう位置づけにするといいんじゃないかと思います。まあ、そう考えると模擬試験っていうのは必ずしも数多く受ければそれだけ合格に近づくっていうものではなくて、でこんなコメントもあるんですが、模擬試験を受けることにあまり時間を使いたくなかったので、伊藤塾の模試だけを受けました。課題や試すべき対策がはっきりしている人だったら、合計3回の、プレ模試と2回の模試の、合計3回でももう十分だっていうふうに言えるんですね。まあそれだとでもちょっと知識確認とか、その知識の使いこなしの練習なんかには足りないんじゃないのっていう人もいるかもしれません。それで次のスライドをちょっと見ていただきたいんですが、私が担当している不動産登記の記述式に関して、一昨年の本試験の問題と、模擬試験の問題の、論点が重なっている部分をまとめたものです。これを見ていただけると重複論点が多くあるっていうことがお分かりになると思います。記述式の問題っていうのはいくつかの論点の組み合わせで成り立ってるんですけども、組み合わせのパターンっていうのは無限にあるわけではなくて、
ある程度限られているということですね。で、本試験の難易度の傾向や出題の範囲っていうのを大体把握している私たちにしてみると、まあ、大体どのあたりがどの辺まで聞かれそうかっていうことはもう見当がついて当たり前っていう感じなんですね。だから課題とか試すべき対策っていうのがもうはっきりしてる人、そういう人は伊藤塾の3回の模試だけでもう十分っていうことも考えてもいいと思います。最後のポイントですが、模試の実際の使い方っていうのですね、これに関する合格者のコメントです。最初の方、公開模試は手応えと課題がはっきりして大変励みになりました。1回目は反省点だらけ、2回目は若干の光明が見え、本試験までのラストスパートに火をつけた形になりました。次の方、プレ模試から始まり模試を数多くこなすことで時間配分を徹底的に体に染み込ませました。最初の方はもう理想的な流れです。本試験の当日に戦闘力のピークを持っていったということですよね。模試を非常にうまく利用したということが言えると思います。まあ後の方なんかを見ていいなと思うところは、模試をとにかく漫然と受けることがないようにしてほしいということなんですね。後の方は時間配分っていうのをテーマにして、それを体に染み込ませるっていう、そういう受け方をしてましたよね。まあ時間配分とか、問題をどういう順番で解くとか、人によってまあ課題とか対策っていうのは異なるんですけども、自分の弱点っていうのを把握して、まあ具体的な課題を持って受験するっていう、そういうことをしてほしいっていうことですね。で、模試を受け終わったらきちんと課題を振り返って次への対策を立てるっていうことをしてほしい。で、まあ、本試験までつなげていくっていう。模擬試験の得点っていうのは気にしなくてもいいんですけども、まあ、復習は最低限の復習は必要だと思います。どこでミスしたかっていうことぐらいは確認しておきましょう。まあ、例えば択一であれば、その正答率の高い問題を取りこぼしてた場合なんかはその部分は補強しておく。記述であればミスした原因が問題の事案の把握ミスなのか、それともその知識の使いこなしなのか、それともそもそもの知識不足なのか、その点は確認して補強しておくっていう、そういったことですね。本試験で合格点を取るっていうのが目的っていう、その部分を忘れないで目いっぱい模試を活用していただきたいと思います。私の担当する不動産登記の記述式の問題も今年も本試験の対策にちょうどいい感じの最適な問題を揃えています。伊藤塾は本試験まで、皆さんを全力でバックアップします。